皆さんどうもこんにちは、さくらチャンネルへようこそ。今日はですね、最近私が使ってるハンドクリームをね紹介していきたいと思います。イエーイ。はい、ということで早速行っていきましょう。それでは早速スタート。はい、ということでね、今日はこのフロレナのハンドクリームを紹介したいと思います。こちらはドイツのなんですけど、このフロレナのハンドクリーム、こちらはカモミールの香りになります。他にもね、アプリコットだったりオリーブ、またねシアバターとかいろんな種類があって、全部で6種類ほど種類があるみたいですね。でこれは最近というか先月いただいたものなんですけど、めちゃくちゃ良くて、こうベタつかない、こう変にベタつかなくて、こうつけても違和感がないんですね。そして香りなんですけど、香りがねまたこう上品な匂いがして、こうきつすぎないので、すごいね出先とかこうちょっとした時にパーって塗れるのがいいなって思います。私ね、私先週とか先々週ぐらいにすごくね手がカサカサになったんですね。でそう、なんか洗い物とかすごくするんですけど、それでちょっとカサカサになっちゃって、でこのねフロレナのハンドクリームを使ったんですけど、すぐに良くなって、そうツルツルになったんですよ。そうでね、これがすっごいいい匂いがして、なんかね、なんだろう、きつい匂いじゃなくて、きつい香りじゃなくて、優しい感じの、優しくてでも上品な匂いがするんですね。出してみるとこんな感じで、実際つけるとすごいねサラサラっとしてて、ベタベタ感がないっていうのが特徴ですね。で香りが本当に上品な香りで、きつくないんですよ。だからこうつけて食事に行く時とかつけても大丈夫ですし、こう周りもねいい気分になるハンドクリームだと思います。で私が使ってるのはこのねフロレナのハンドクリームと、あとねこのニベアのハンドクリーム両方使ってるんですけど、お風呂上がりとかはこのニベアのハンドクリームを使ってて、でこれはこうお出かけ行く前とかこう出先でこれを使ってます。そう、使い分けをしてます。これはプロビタミン B5 パンテノール配合により手肌締めに潤いを与え保護します。伸びがよくベタつかないので手作業の邪魔になりません。ミネラルオイル、シリコン、着色剤不使用です、ということなんです。ミルオーガニック栽培されたカモミールが配合されているものになります。そう、なんかね最近そうっていうね口癖が多いみたいで、動画でよくそうってねこう喋って終わった時にそうって言ってるみたいなんですね。そう、これねほんと気をつけないといけないなって思います。また言いそうになったなんかこう私の口癖とか直した方がいいよっていうことがあったら、こうどんどんねコメントに書いてください。はい、ちゃんと受け止めて直していきたいなと思います。自分で気づかない口癖とかって結構あるみたいで、なんか歩いてる時に私こうやってね、なんかほっぺにベロをつけてって歩く癖があったりとか、こう私も意外と気づかなかった癖がいっぱいあって、なのでぜひねこう動画で気になることがあったらぜひコメントしてくださいはい、ということで今日は私が最近使ってるハンドクリームを紹介してきました。はい、このフロレナのハンドクリームとニベアのハンドクリームなんですけど、ぜひねちょっとチェックしてみるといいかなと思います。ね、冬は終わったんですけど、冬はねだんだん春に近づいてきて、そう暖かくなってきてね、こう乾燥とかが和らいでくるのかなって思うんですけど、意外とね年中乾燥はするので、保湿をねまだまだ気を使っていったらいいのかなと思います。ぜひねチェックしてみてください。ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ちょっと良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。